いい感じの再生回数が来てる、はい、でも結局クレームはこの部屋に来るすいません、まさかちょっと、はい、まさきさん正解です。ようこそ三浦浩井の部屋へ。はい、ということでですね、はい、本日はまたまた三浦まさき持ち込み企画ということで、ちょっと珍しい、はい、僕だけがパソコンを持ってるっていうパターンで、うんうん、はい、全く聞いてないっていう。一応ホワイトボードは一応チラ見しましたけど、はい、全く聞いてないっていう、ね、ちょっとじゃあタイトルコールですか、はい、三浦まさきの今更聞けないラグビー。あのさ、一人さ、はい、あのお前のことを思って癖になってきましたっていう人にいただいたからって、はい、お前なんかちょっと調子乗ってた。ちょっと今更ラグビー丸々っていうのをちょっとシリーズ化しようかなと思って、今日もそのシリーズのうちの一つにしちゃおうと思ってですね。これシリーズなんですか？これもシリーズ、これもシリーズ、これもシリーズです。優しいコメントありがとうございます。ありがとうございます本当に。はい、ありがとうございます。でもあんまやりすぎるとちょっとあのね、ちょっと調子乗って。もうそんな優しい気持ちあるよっていう方がいたらぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、はい、しかもね、お前の持ち込み企画の最初であるあの足が速い、はい、最速ランキング、うん、いい感じの再生回数が来てる、はい、ということでちょっとこうやるぞと、にわかまさき意外と企画やるぞっていうところを今日も見せつけてやりたいと思っておりますと、はいはい、で今日なんですけどこちらご覧くださいと、世界ランキングトップ10ということで、はい、2020年9月17日現在ということで、まあご覧の通りと、はい、でもお気づきな方ですと、この赤文字でね、競技人口はとありますが、本日は、はい、僕素朴に思ったんですよね、ラグビーの競技人口って一体どれくらいいるんだろうということで、競技人口ランキングベスト10をお二人に当ててもらおうと、イエーイ、やりたいと思います。なるほど。はい、でちなみになんですけど、まあもう少ないよな、王道のスポーツといえば、はい、やっぱサッカー、まあ、バスケ、野球みたいなっていうようなね、まあ僕の3つ、王道のスポーツといえばこの3つなんですけど、はい、これじゃあサッカー、はい、世界の競技人口ってこう何人だと思いますか？世界全体の、世界全体の、世界全体で言ったら、え、1000万人とか、いやいや、そんなわけないじゃないですか。あ、そっか、世界です、世界です、世界です、5億人、5億人、じゃあ1億人、はい、残念。こいつ何が言ってたんだよ。サッカーですね、2億5000万人。いや、そこそこいい線いってんじゃねえか。ちなみにバスケ、じゃあバスケットボール、結構いい線いってましたよね。1億と5億の間ぐらいいってましたよね。いやいや、外れです。じゃあバスケットボールは佐野さん大好きよ。じゃあ佐野さん聞くよ。バスケットボール世界の人口は。サッカーが2億5000万人。2億5000万人。はい、バスケ。え？じゃあ、1億5000万人。いや、まじそれ全然ダメ。はい、佐野さん。それは甘いよ。はい。4億人。お！うわ、残念。二人とも正解です、はい、バスケットボールは4億5000万人です。おー、めっちゃ多い、多い、当たるんじゃん、ほぼ当たってんじゃねえかよ、そういう感じでね、はい、で、そうなんですよ、意外とバスケットボールが多くて、忘れ知ってたのよ、はい、でちなみに野球はなんと3500万人って一気に差がついてる。だって国がね、まず野球は国が全然やってないですからね。で、ここからさらにラグビーの競技人口はと言いますと、うん、723万人ということで、まあやっぱりそのね、スポーツ比べると、まあ、水分けられてる。ちなみにこの競技人口の、まあその、うん、結構そのいろいろ調べてると、うん、何年の中で結構ちょっといろいろ情報があるんで、うんうん、あくまでも三浦まさき調べということで、今回はご了承いただければなと。部屋の恋の部屋調べじゃなくて、三浦まさき調べっていう。でも結局クレームはこの部屋に来る。まあただ結構ちゃんと調べたんで、で競技人口っていうのは選手だけじゃなくて関係者も含むとかっていう感じなんで、今回はその関係者含むっていうところでの競技人口とさせていただいております。でちなみにサッカーの競技人口世界は2億5000万人、じゃあ日本はっていうと750万人。ああ、はい、なるほどなるほど。でそれに近い数字なのが野球のなんと730万人と、うん、野球は世界では3500万人っていうふうに少ないんですけど、日本では730万人ってサッカーほぼ変わらない。それ比率は多くないですか？でバスケが570万人といって、やっぱ日本だとこうサッカー野球ってなって、まあ、バスケットという感じですね。それはなんかほらバスケが弱い理由が分かってきたよな。まあやっぱ人口のところで、人口、まあ、世界的にやってんだよやっぱり、はい、だから八村塁がいかにすごいかっていうことがね、わかりますね。そっちの次はそっちの動画でましょうかね。そっちの動画でもいけるぞ。ちなみにラグビーっていうと、はい、さっき、まあ、世界の競技人口が723万人に対し、日本の中での競技人口っていうのが
万人っていうね、まだここにはちょっとこうランキングもあるのでちょっと言えないんですけど、そういう風に他のスポーツと比べて、ちょっとさ、もう忘れちゃうよ、何、ラグビー、ラグビーの世界が750万人ですね。だいたい、はい、だいたい万人ぐらいですね。で、日本はちょっとここは言えない、これは言えない、だってこれはここですから、クイズになるんで。はい、もう質問、はい、いいですか、もう質問先にして、うん、これだから競技人口のトップ10っていうのはこのトップ10入ってるんですか。それは参考にしてくださいと。いや、だからここに入ってない国もあるってことですか。そりゃあるでしょ。いや、だからそしたら当てらんなくないですか。そりゃあるでしょ。そしたら当てらんないっすよね。だから順位、だからこの中のこの順位ってことかな、はい、まあだから ここからちょっと、じゃあでもなんとなくで、ちょっとなんとなくなんとなくでいこう。じゃあ行こうか。じゃあちょっと、はい、じゃあどういう当て方するんですか。どうやっていこう。で、その言ったチームでもしトップ10入ったら僕はもう言っちゃいます。それは何位ですっていう感じで、なんかあのよくテレビ番組であるよう なんかパネルがこう勝手に開くみたいな。じゃあ、まあでもな、一応宣言するときは1位どこどこみたいな、はい、で順位が外れててもベスト10に入ったらないですとか。ああ、なるほど。そっか、俺、はい、だからそういう意味では1位南アフリカのような気がするんだけど、はい、言いたいのは、はい、オーストラリアが結構上なんじゃないかなっていうのを言いたいから、はい、最初言っていい？はい、オーストラリアは3位です。3位、じゃ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 ん、ブブー、嬉しそうだね。オーストラリアはですね、はい、5位です。あー、なるほどね、はい、5位。オーストラリアの競技人口で47万7千人と。あー、47万でございますと。オーストラリア結構俺実は多いんじゃないかなと思ってたけどな。だ、今あれ減ってきてるって感じじゃないですか。 あれなのかな、ユニオン。あ、ユニオンの競技人口なんですかね。そっかそっかそっか。はい、で、じゃあどんどん行きましょう。じゃあ佐野さん、え、じゃあもういいですか。はい、1位ちょっと行こう。もう全く一緒なんで、南アフリカが1位、はい、南アフリカ1位、1位。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、チェレッチェッペレー、嘘。1位はですね、イングランドです。マジで1位イングランドで、ラグビー競技人口がなんと211万人と。え、すごい、すごい。イングランドが1位で、ちなみに関係者含むっていうところもあるんでね。はいはい。ただもちろんこの、そのデータによっては確かに南アフリカっていうふうにもまあ出るところもあるんで、まあ、ここはまたそういう意味で三浦正樹調べということで、まあ、ご勘弁くださいと。なるほど。なるほど。え、ではもう4倍以上違うんですね、オーストラリアと。はい。ほんとだ。すごいっすね。さあさあさあ、という感じで、じゃあ、ね。あ、待って、ごめんごめんごめん。南アフリカ開かないの。あ、そうか。南アフリカね。南アフリカ開かないの。あ、ここ開けちゃいけなかったのか。あと、イングランド開けちゃいけなかったんだよね。ビール、ビール、めちゃめちゃだよ。盛り上がるところがおかしかったのかな。1位、ちょっと。盛り上がるところおかしかった。早く言いたかった。はい、南アフリカです。なんと。はい。3位でございます。嘘、当てることだって今さ、はい、1位のとこもあるっていうことは結構ブレてますよね、これね、数字ね。9点、うん、もうここでですね、こう69万1000人と。へぇ、意外とこう溝を開けられてるっていう。じゃあでも2位はもう2位はさすがにニュージーランドでしょ、それは。ニュージーランドですか。いいですか。全然そう。ベベー、なんとですね、ニュージーランドこんなに強いのに、この競技人口のベスト10に入っていません。お、マジ、はい、え、マジっすか。12位です。嬉しそう。結構、いいんじゃないですか。12位です。はい、それ結構調べてびっくりだったでしょ。そうです。ほんとそうなんです。びっくりしました。12位で。そんななんすか。はい。人口が15万6千人と。おー。あらら。そうなんだ。はい、で、結構これ意外なんですよね。いや、だから、佐野、やっぱりヨーロッパが多いんじゃないか、これですね。これはもう間違いないですね。でも、いや、だって2位空いてるってことですもんね。2位まだ2位空いてるし、はい、あとでもさ、アルゼンチンはサッカーだろ。いや、でもこれあれじゃないですか、もうちょっと、え、次、じゃあ僕いっていいですか。いいよ、いいよ。これはでも、あの、宮さんとももう動画も撮ってるんで、うん、まあ、トップ14で盛り上がってるフランス。あ、フランス。フランスは、はい、じゃあもう2位で。2位。フランス2位。2位でお願いします。2位。2位。フランス2位。残念。嘘。これも当たんない。フランスは、なんとですね、第4位でございます。おー。まあでも、まあ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 。フランスは4位で、ですね、53万3千人と。53万。なるほど。あ、でも、すいません、まさきさん、ちょっと、はい、まさきさんって言っちゃった。まさきさん、ちょっと、はい、質問していいですか、はい、もしかしたら、はい、2位ってここのランキング入ってなかったんじゃないですか。これは皆さん、うん、鋭いですね。
やっぱりね。これは非常に面白いんですよ。そうなんですよ。実はですね、2位の国は入ってないでしょ。入っていません。ほら、そう思った、はい。トンガかフィジーだよ。もう、あ、うん、これ、ね、データの取り方が分かんないですよね。うん、例えばじゃあこのマフィー選手とかってどっちの競技人口でカウントされてるのかなとか。まあまあ、そこはもう、ね、そこはもうそんな、そんなこと言ったら。笑いの言ったらこの企画、ね、そんなこと言ったらね。はい、あ、それちゃうか。まあ、それはあくまで代表クラス。もしかしたらダブってる可能性もあるし。ああ、そっか。やっぱこうやって幼い人とか、はい、どつやっぱ俺、トンガが、トンガ、あ、じゃあサモアかな。サモア、トンガ、サモア、トンガ、フィジーみたいな感じですか。このどっかが2位なんじゃないかな。まあね、じゃあトンガ2位で。トンガ2位。残念。あ、違うか。トンガはですね、今世界ランキングでこう13位ですよね。うん、はい、13位、はい、13位なんですけど、うんはいはい、ちなみに競技人口でなんと16位と。16位。あ、全然ダメだ。ということで県外でございます。あ、でも、でもあれちょっと待ってよ、2位。あ、だから2位がここに入ってないんだよ。はい、え、どういうこと、どういうこと。でも、でも多分合ってると思いますよ。サモアかジョージアとかそっち系じゃないですか。ジョージアとかそっちですよね。フィジーとかね。ですよね。はい、あっち。でも、そっか、フィジーは世界ランキング11位ですね。11位。そう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 、すぐ。すごいでしょ。でもこいつ今、フィジー全然知らなそうな顔してたから。あ、いやいやいや、もう。この、僕のこのパソコンには答えが入ってるんで。答えが入ってるんで。こんねえなぁ。ちょっとこれ楽し、一回ちょっと楽しみして、はい、日本のライバルスコットランドも、まあ、この辺でしょ。めくっときます、スコットランド。6位とか7位ぐらいでしょ、どうせ。6位、7位ぐらい。うん、どっちですか。まあ、そこどっちでもいいよ。いや、これ重要かもしれないでしょ。あ、どっちかなんじゃないじゃん。お、これ。いや、意外に多いんじゃないですか、スコットランド。スコットランド多いと思う。多いですよね。な、どっち ?6 位 !6 位、うん、残念うわぁですね、スコットランド10位です。ふざけんなよ。全然重要じゃねえじゃん。全然重要じゃねえじゃん。10位です。はい。10位で、スコットランドの人口が18万2千人という感じでございます。18万。なるほどね。はい。ちょっとこう、日本とか。ちょっとだんだんね。750万人だよな、全体が。いやでも日本入ってないよ。俺は日本絶対入ってないと思う。トップ10に入ってないってことだって言えないじゃん、日本。俺多分トップ10に入ってないと思う。入ってないでしょ。まだちょっとそこら辺は楽しみにしてた、ね、楽しみにしてる感じだから言わせたいんでしょうね、はい、じゃあ、はい、逆に言うとその2位が気になるんだけど、今残ってるアイルランド、ウェールズをちょっと行っていこうか。はい、その、どう思う、どっちか、はい、ちなみになんかここがね、スコットランド10位とかっていうでもそうだよな。僕の勝手なイメージだと、はい、ウェールズってこうサッカーとかもね、結構強いんですけど、うん、人口めっちゃ少ない、うん、めっちゃ少ない、めっちゃ少ない。そういうの、そういうの大事。そう、だからアイルランドの方が多分ランド、お前チームが違う。そういうの大事だよ。アイルランドの方が多分、はい、競技人口も上だと思います、ウェールズよりは。ああ、なんかそんな感じで。そう、いいよ。1位でしょ、3位、4位。だから、ね、アイルランドが人口で5位。アイルランドが5位。5位、あ、5位相手だ。5位相手だ。5位相手ってことは、6がもう今のマックスですか。ニュージーランド12位だからね。そうそうそう。そこ10位だからね。アイルランドを6位で。6位 ?6 位。アイルランド ?6 位。残念全然当たんないじゃないですか。アイルランドは9位です。嘘 ?9 位なんですよ。はい。じゃあスコットランドとあんま変わんないってことですか。そういうことなんだ。21万人という感じですね。21万人と。ということは、はい、じゃあ、ウェールズ。ウェールズ8位で行ってみようか。8位ですか。いや、トップ10入ってないんじゃないですか。入ってねえか。よく感じてね。ニュージーランドさえ12位ですからね。そうだよ。いや、これ意外にだからスコットランドで10位ってことはウェールズ、あー、さて、ぜー、だから今残ってるのが8位と7位ってか3位でしょ。あー、うんうんうん、でもなんか勝手なイメージ先行型だったらアルゼンチンというかサッカーしてるイメージですけどね。でも人口は多いですからね。人口多いから、ね、南米が多いから、ね、どこめくります。いやでもこれもなんか自信満々でっていうか2位以外もこれランキング外の可能性ありますからね。トップ10の分かった。俺ちょっと2位分かっちゃった。はい、2位分かっちゃった、はい、2位アメリカ、正解です。うわーマジで正解。そうなんです、絶対そう思った。あのですね、まあやっぱ人口っていうのもすごいミソなんですけど、はい、まあ、そういう意味でもやっぱアメリカっていうのはとてもね人口が多くて、その分まあ競技人口も多いし、しかも、まあ、さらにアメリカも全体的にやっぱ伸びてきてるらしいんですよ。ラグビーに力を入れてるところが増えてきてて、そこで今2位と。
いう感じで、実はこの中に入ってないんですよ。なるほど。だから2位がアメリカでしょ。だからあとあれだと思うよ、ロシアも結構増えてんじゃない。ちなみにアメリカ147万8千人です。147万。はい、まあ、やっぱ人口が多いっていうのはやっぱそうですね、相当関係ありますね。へー、なるほどね。はい、これで1位、2位、3位が4、5まで出揃いました。ベスト5まで出ましたね。1位がイングランド、でもそれ1個当てた。2位がアメリカ、3位が南アフリカ、4位がフランスで、5位がオーストラリアときました。だこれでも予想で言うと、ウェールズと日本はトップ10に入ってないですよ、ね、ちなみに今めくれたのはアルゼンチン、日本、ウェールズですよね、はい、でさらに6位まだ出てないですね、はい、この中にあります。6位、6位がある。あります。あ、じゃあ、はいはいはい、あ、じゃあ6位を当てようか。6位はこれは僕的にはアルゼンチンですね。じゃあ俺的にはあのウェールズ入ってねえよ、ね、俺もアルゼンチンだね。アルゼンチンですかね、うん、アルゼンチンですか、はい、残念。嘘。アルゼンチンはなんとですね、逆にトップ10に入っていません。11位です。あー、ギリなんだ。はい、アルゼンチン。ウェールズ11位で16万1000人ということですね。あれ、そう、ウェールズでしょ。じゃあ、え、日本、まさか、まさかの日本ということで、6位は、ウェールズですか。ウェールズ、ウェールズですか、うん、ウェールズはなんと、13位と。え、じゃあ日本なの。で、日本が6位という。やっぱ人口っていうところも考えても、日本の方がやっぱ多い。あ、はい、で、ウェールズは、13位で、10万8千人ですね。日本はそこにて6位なんでね、5位の、大阪が47万5千人と、で、6位の、日本がですね、はい、29万6千人と。あら、意外に見ると多いね。多いっすね。恵まれてんだね。え、ニュージーランドより全然多いってことですか。そういうことなんですよ、実は。へぇ、はい、2倍ぐらい違う、そう、びっくり。こういう形でね、まあ意外とだから1位、2位、3位、だから6位まで出て、はい、だからあれですね、7位が当ててないですね。7位が空いてないんですかね、はい、だから7、8が空いてないですね。7、8、つまり7、8はここにない国ということで、はい、ちょっとじゃあ7位と8位を最後にじゃあ当てて。俺なんかロシアがどっちかに入ってんじゃないかな。じゃあ僕、7、8がロシアが入ってると。ちなみにロシアは入ってません。じゃあ僕いいっすか。はい、僕はじゃあサモアで。サモア。サモア残念。嘘。サモア、サモアもダメなんだ。フィジーもダメ。あ、なんて言いました。フィジー。フィジー、フィジー、フィジー、正解です。お、フィジーが7位です。フィジーが7位？フィジーが7位。でもサモアとトンガが入ってないんだ。入ってないです。フィジーなんだ。7位のフィジーですね。はい。で、残ってるのが8位か。はい。フィジーはちなみに意外と多くて22万5千人ですね。やっぱ多いんだね。ちょっとすみません、もうリーチマイケル、見えないと思うんですけど、ちょっと編集でね。はい。っていう感じでフィジーは、そういうことで、さっき言ったサモアでしたっけ？うん。サモアは。なるほどね、これ面白いね。へぇ、はい、サモアはですね、なんとその20位ですね。20位、はい、うん、20位で、ラグビー競技人口が、1万3000人ということで、はい、まあ、人口自体も20万人っていう、うん、はい、あ、そっかそっか、感じなんですけどね。そこら辺全然知識なかったな、はい、あれはトンガは、トンガは16位です、はい、で、6万人っていう、はい、なるほど。で最後じゃあ8位ですね、この競技人口8位で言うと、あ、はい、さあイタリアか。イタリアじゃないか。イタリアもですね、実はそんなことはなくて15位と。あ、ちなみに世界ランキングはあの14位ですね。イタリア14位なんですけど、競技人口で言うと15位で、9万6000人という感じですね。はい、まあちょっとヒントを言うと、このアメリカっていうのがまあ大きなヒントですかね。え、嘘。はい、え、こんな、だって、え、カナダか。正解です。あ、カナダか、はい、カナダで、なんとですね、ラグビーの競技人口が21万7千人と、でございます。はい、面白い、面白い、はい、これは意外とね、知らない人も多かったんじゃないかなと。いや、多いと思うよ。はい、あら、なんかもうやりきった顔してんね、なんか、はい、なんか満足げだね。企画としてはね、まあ、なかなか皆さん知らないね、あ、なるほどと。
あくまでもその、まあ、いろいろデータとかその時期とかによっても、まあ、多分皆さんが検索するとこうちょっと数字が、ね、違う部分あると思うんですけど、うんうん、まあ、ここで一応僕なりの一番最新のデータを見てみて、まあ、はい、で競技人口、ね、その関係者含むっていうところもね、まだちょっとあるんで、いやー、はい、意外。こうだからイングランド本当国技なんですね。211万人で。はい。やばくないですか？すごいですね、イングランド。ちょっと別格の数字だよね。はい。イングランドはもう本当になんていうんですかね、人口が5560万人ですからね。だから日本の3分の1とか。そうですね。アメリカは一方、アメリカは3億2000万人とかいるんで、そういう意味ではやっぱイングランドは圧倒的にそのね、人口割合としても結構高いという、まあ、あとそのさ、関係者含むっていうのもさ、はい、やっぱ結構コーチとかあれとかが、うん、はいはいはい、もうなんか世界中に飛んでるからさ。そうですね、はい、そういう意味では確かにそういう風になります。なるほど、はい、ニュージーランドがそうなんですよ。だからそういう意味では、あのやはりその出てくるデータの時変わるっていったところで言うと、うん、やっぱその競技人口の多分関係者含まない方だとやっぱりそうですね、この南アフリカが1位になるっていう、選手だけの人数とか多分そういうことだと思います。はい、そういう意味では確かに皆さんおっしゃる通り、多分世界中にそういうコーチだったりとか関係者も含めているとやっぱ多いっていうのが特徴かなと。いや、面白かった、はい、なるほど。っていう感じで、まあ、おされすると、まあ、1位が、まあ、イングランドで、2位がアメリカと、うん、で3位が南アフリカ、4位がフランスで、5位がオーストラリア、で6位で、まあ、日本という感じでございます。そういう意味ではなんか、ね、はい、最初に冒頭で言ったサッカーとか野球バスケに比べると全然少ないけど、はい、世界で人口だけで見たら別にそんな、うん、あの恵まれてなくはないっていうか、はい、いうことだよね。逆にね、アメリカとかたくさん、さっき言ったカナダとか、うんうん、人口は多いけれども、もラグビー自体がやっぱ強くないってことはやっぱ文化とかの問題もあるんだろうな、はい、面白いね。もしかしたらなんかアメリカはこれから伸びてくる可能性が非常にあるっていう、競技人口から見てもやっぱりこう上位の国が上に食い込んでると、まあそういうのもちょっと傾向としてはあったりする。まあバスケと野球は置いといて、サッカーもアメリカって、はい、まあ、あ、なんかワールドカップとかに出るけどあれだけど結構多いかもね、サッカーとかの人口も、うん、こうやって見てやっぱニュージーランドちょっと異質ですよね。異質ですね。これが本当に国技だと思うよ。ちょっとこれは僕もびっくりしたんですよ、そうなんだみたいな。あ、はい、だってトップ3まで50万人以上、はい、うん、やってる中ね、そうっすね、15万人ですからね。そうなんですよ。それであの強さだから半端じゃねえな。半端ないですね。だからニュージーランドで生まれた、はい、運動神経のある全ての人たちはラグビーやる、はい、そうですよね。あ、だってニュージーランド人口470万人ですからね。おー、うーん、なるほどね。そうだよな。だって1億3000万だけ日本って、だいたい確かそんな感じ。それで750万って考えるとさ、ニュージーランドちょっとおかしいなこれ。あ、日本の場合だとこれこうですね、29万人、はい、1億人に対して20、まあ、約30万人、うん、それで一方でニュージーランドは470万人に対して、あ、そう、そういうことだよね、うんうん、そういう意味では非常に面白い結果だなという。いやー、もうまさきっぽい企画だねこれ、うん、はい、そうですね。なんかね、ラグビー観戦とかにこれ少しは役立つかなこれ。だからもうトリビア的に豆知識で使えるぐらいですよね。飲みの場では結構使えると思う。1知ってるみたいな。だから2位アメリカは結構飲みの場のネタとしては使えたりとか。で、ぜひぜひちょっと知ってたっていうのをぜひ使ってみてくださいと。ということで。はい。はい、ということで、ね、今さら聞けない三浦正樹のラグビー。ね。はい、まあ、このシリーズどこに向かうんだろうな。どこに向かうんですかね。今更聞けないラグビー競技人口ということでお伝えさせていただきました。はい、はいはい、ということで、じゃあいつも通り締めさせていただきます、はい、いきますよ、せーの、レッツラグビー。